バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママのヨコです。今夜のバニラスカイはですね、隣で次女ののんちゃんがニコニコとね収録を見守ってくれているので、声がちょっと甘めかもしれません。いや、甘めというかデレデレしているというかねはい、ということで最後までヨコとイチャイチャお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。最近ですね、我が家では歌詞がわからないけどこの音楽知っているというブームが来ております。というのもね、ギタリストのイッシーはですね、子供向け番組一切聞いてこなかった人生を歩まれた61年でございますが、なぜかアンパンマンの歌詞は知らないけどメロディーは知っている。そう、おもちゃのね音楽って、まあ、とてもやっぱりほらキャッチーなね主題歌を使っていたり童謡を使われたりしてますよね。なのでうちでもね、歌詞は知らないけど曲は知ってるみたいなおもちゃからっていうのがありまして、そういう日常からですね、ヨコは最近なんと言いますかね、こう CM 的なキャッチーな感じの、なおかつ子供たちも面白く歌ってくれるような童謡のような、まあとにかくそういう曲をねいっぱい作ってみたいなと思っております。そうしていましたら、シノンにねギターの弾き語りをしてバンド組んだらいいじゃんっていう話がうちではずっと盛り上がっているんですけれども、まあ、確実にね高校1年生の娘の方がヨコよりギターが弾けるわけですよ、まあ、お父さんがギタリストだからみんなギターが弾ける、そんなわけはありません。うちのお父さんもギターとドラムが好きでね上手だったけど、ヨコはドラムはちょっとはねやってみたけどギターは全く弾けません。まあ、とにかくね環境から、まあ、いろんなことがねできるようになったり、いろんな音楽が生まれたりするというのがね、まあずば抜けてうちはそういう環境なのでね、これをフル活用して子どもたちの役に立ったらなと思ってね、昨日は昨日で思いつきで、イッシーが曲を作り、ヨコは歌詞を書き、高校1年生がね楽しくというより、なんかリアルタイムのねこう恋、まあラブソングですよね、そういうのがねこう生まれたらなと思ったけど、まあ61歳はフォークソング、そんなにフォークですかみたいな曲を作り、ね、36歳の歌詞は36歳でなんかちょっと平成チックな歌詞だねみたいな、まあそんな中にね今日ね流行ってますよね、夜遊びのアイドル聞きましたが、まあなんかこう流行る曲とか必要とされている曲ってね、本当いろんな意味で紙一重だったりするので、ヨコにもチャンスがあるなと、今日もポジティブなヨコでございます。前置き長くなりましたが、皆さんに今夜の一曲お届けしたい曲がございます。流行り廃り関係なく、ヨコは7月になるとこの曲を一番最初にお届けしたくなるのです。ヨコでサイ。今も過去も未来も
染まってく主観なすみねに彩雲のように染まる雲の下縁日の人波悪語に響くセミの声夕立に香る夏の いただきました曲は陽子でサイでした。1年は早いですよね。もうあっという間に夏祭りのシーズンでね、私は明日、じゃんけんマンと一緒にディクシルというハウスメーカーさんの鹿児島のね、鹿児島店のディクシル様にて、夏祭りを夕方はなさるということで、縁日盛り上げたいということでですね、はい、歌わせていただきます。司会もねしながら子どもたちを盛り上げられたらなと。で、その日は展示会をなさってて、朝10時から5時までは展示会で、5時から7時までは子どもたちにも遊びに来ていただけて、外でね縁日ができたらなというお話ですので、まあ、終日皆様お越しをお待ちしております。鹿児島県鹿児島市東海町にありますディクシル鹿児島にて、ようことじゃんけんマン待ってます。お越しくださいね。そしてそして、もう何と言いますかね、お祭りといえば花火大会ね、でまあ夏といえば沖縄みたいなまあこうさ、なんかもう私の中でもうこの言葉といえばこうっていうところにね、本当沖縄にどうにかしていかないといけないと本当ね思っておりまして、そしたらね、長女のシノンが思ったよりも、8月お休みがございます。ですので8月、沖縄に行けないかと今試案中でございますので、期待をさせてしまうばかりでひふみさんごめんなさい。ですが8月伺えるように頑張ってますので、もうちょっとしたら確定しましたら、ご連絡します。業務連絡を皆さんにするって。そしてね、もう私も沖縄でお会いしたい人がいっぱいいます。なのでね、2泊3日ぐらいは必要かなと思ってますので、ぜひぜひ皆様、優しくお待ちくださいね。お願いいたします。でね、その際にまだメッセージリクエストを募集したいんですけれども、新曲をねちょっとね私作りたいなと思ってます。沖縄に行くまでに1曲新曲なので、簡単にねみんなで盛り上がれる曲を作りたいなと思ってますので、これもまた医師に業務連絡になりますが、医師作りましょう。でね、10月22日は、鹿児島県の大きなホール、1500人入ります宝山ホールにてワンマンライブ決まっております。
チケット10枚を100名に買っていただかないと1000人来てもらえません。100人じゃ足りないんです、150人なんですみたいなね、ようこ絶賛頑張り時ではございますが、その他イベント事業もね同時進行でいろいろと進んでおります。もうね7月14、15、16、17はセンテラス天文館のビアガーデンみたいなねイベントがございまして、可愛い子ちゃんたちがキリンビールさんのねビールをついてくれます。ようこもついてくれますよついてくれますっていう言い方はわざとです、継がせていただきます。なのでぜひ皆さん遊びにいらして、そして15、16日はビールと同時進行で焼酎フェスティバルも開催です。和装というねとっても美味しいお料理屋さんの社長さんが、まあ焼酎愛が激しくて、でその和装の鳥越社長と一緒にね盛り上げますので、ぜひ遊びにいらしてください。で陽子は何を隠そう、飲みたいのを我慢しながら4日間おりますが、もう夜はさすがに飲んでるでしょうね、歌そこそこで飲んでるでしょうねそんなもう幸せな4日間ぜひ遊びに来てくださいね。まあねこうやってね SNS やラジオでねいっぱい告知させていただいておりますが、陽子実はですね先日、熊本県の熊村鴻瀬に伺ってまいりました。で、まあ雨のね災害に見舞われてから3年経たれて、まあ、皆さんね8、25、26だったかなとかね、すごいそういう数がね、話をね最初からしますと、熊本県の球磨村の鴻瀬のところのそのボランティア活動でじゃんけんマンチームや、じゃんけんマンチームだけじゃなくてグリーンバードでもね活躍されてる古賀涼子さん、まあ、私のね大好きなハピコさんなんですけれども、まあ、その方々がねコロナ禍で、まあ、みんなこう仕事がねきちんとできない中、まあ、いろんなタイミングがあってボランティア活動ができると、では、どこにね行くかっていう時にご縁があったのがその鴻瀬という場所で、で皆さんね本当泥出し、とかもいろいろもうすごくね活動されてたんですよ。で私はお誘いいただいていてもちょっとタイミング合わなくて伺えなかったりして、で、もっと早めに教えてくださいっていう話から、鴻瀬の集いというものがありまして、結局ですね皆さん鴻瀬で綺麗に泥出しがされたり、まあ、区画整理になったりとかしてもやっぱり住めないんですよね。仮設住宅もまた別なところ、ただ大事な鴻瀬という場所にみんな子供たちはじめ忘れたくない、だからこそみんながねこう定期的に集って、まあ、炊き出しであったりとか、じゃんけんマンだったらじゃんけん大会、陽子だったら歌わせていただくというね、まあ、とにかく皆さんがこの世を忘れない大事な場所に戻ってきて、ふるさとで思い出を作ってまたそれぞれの日々を、パワフルに生きていくというね、そういうね集いがありまして、で私も、2度お邪魔させていただいて、で4日の日は、3年期だったんですね。でその時には神教仏教で、まあ、キリスト教とか他の宗派もねもちろん先生方はもう込み込みできちんとね祈られてたんですけれども、まあ、その日は神教が1つで仏教が2つの宗派で3回皆さんのためにお経をあげてくださったりとかね、はい、で私はその時間に、自分自身がこの3年間大事な方をね亡くすことがあったんです、多かったんです。とても大事な人たちがいなくなってしまって、すごくね私は出産もしているけれども亡くなる命にもすごく向き合わされた、3年間でした。一人ではなかったからですね。でねそうした時に自分が本当ね歌詞を書く時に歌詞を今まで以上に選ぶと、自分の曲で何を伝えたいかっていうともうね難しくて言葉が出てこないんです。でそういうことであったりとか、皆さんが笑顔でね私のことを歌う歌手だねって迎え入れてくださって、鴻瀬の皆さんがね、でなおかつ美味しいご飯を作ってくださって、で私はそのもう歌でねどうこうでみんなご飯でハッピー笑顔になるか、私本当ご飯作るの好きだからね料理人になりたいなと、おじが渋し地元で寿司屋してるので後継ぎがいないから私寿司職人になろうかな、寿司メインでねお店しようかなって本当ねガチで思ったくらいの
食べ物の皆さんをハッピーにする力っていうのはね、本当ね尊敬することで、でお母さんだからまず家庭からと思って、うち外食はあんまりしてないんですね。まあお袋の味だけど、うちはね結構、まあ、3食ご飯私が作ってたりね。でまあさすがに娘がねもう朝早すぎると5時台6時台とか家を出る時とかはね、私も夜中遅いとね、もう起こさないで娘もね学校に行ってくれたりすることもあったりして、その時はねパンを買ったりおにぎりを買ったりね、また他の方がハッピーに娘のことをしてくださってるんでありがとうって思ってね、母はもう稼ぐぞっていう感じではございますけれども、まあ、とにかくちょっと前置きが長くなりましたが、いろんな方に、出会って命というものを本当向き合うタイミングで、で私はその高野生の、3年期の時に、私泣きながらにね、自分のことをね話しました。アーティストであるとそんなこと話せないんです。本当に、話すタイミングがないんですよね。隠してはいないけれども、そうだから、すごくね私は浄化されて、なおパワフルに家族で生きていこうと思ったタイミングになりました。なのでこの線の皆さん本当にありがとうございます。大変なのに私の歌に癒されるっていう嬉しいお言葉も、来てくれてありがとうっていうあったかいメッセージも笑顔も、そしてなおかつ4日の日は泣き虫陽子まで受け入れてくださり、みんなで泣き合って、よしこれからもっともっとハッピーに生きていこうっていうね、パワフルさもいただき感謝ばかりです。本当に本当に、この場をお借りしてではないです。ヨゴのラジオなんでね、沖縄の皆さんにも知っていただきたかったんです。今もなおね復興支援で、ボランティア活動も、自分でできるボランティアっていうものがあるっていうのを教えていただき、私が私で歌い続けることがそういう風にねつながるっていうことを教えてくださったツンさん、ジャンケンマンありがとうございました。ジャンケンマンチームありがとうございました。ではちょっと前置き長くなりましたけれどもね、まあそんな感じでね、陽子もね、いろんな方と音時間ご一緒させていただいております。そんな陽子が今夜もう一曲お届けしたい楽曲はキス&ハグ、お聴きください。どこを切り取っても隙がいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように、抱きしめ合うんだ、この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love you、 ずっとずっとそばにいよう、争い事や傷つけ合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダー、今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう、みんなが幸せでありますように、愛し合うことでこんなにも力が生まれるなら、みんなの思い集めて届けるよ、次の世界へ今一つになろう、この広い星の中に愛を伝えたい君がいる、何があっても心は
いただきました曲はヨーコでキス&ハグでした。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。まあ一日が濃すぎるヨーコでございましてね、7月1日は鹿児島のとてもね素晴らしい高級なクラブルッソで歌わせていただきました。その際にですね、もう大好きなピアニスト北園真由美さんのピアノとヨーコ、ほとんどねカバー曲という言い方も変ですね、ほとんどリクエスト曲だったんですよ。なのでポップスのシンガーで、グランドピアノ、まあ素晴らしいグランドピアノと一緒に歌ういいのかなってね最初誰よりも思ってたけど、皆さん本当に受け入れてくださって、もうとにかくヨーコの歌声が良かったっていうね、満足度 100% 以上だったらしいです。ありがとうございます。で何よりね素晴らしいキャストさんがいっぱいいて、まあ、皆さん素晴らしいキャストさんなんですけれども、まあ、とにかくねもうなんていうの、もう女子力だけじゃない、もう人間力に優れた、ね、女性ばかりでね、私も伺えば伺うほど、ルソに行けば行くほどハッピーな気持ちにしていただいて、でねやっぱりね男性も女性も癒しって大事じゃないですか。お話をしたりお酒を飲んだり音楽で楽しんでいただいたり、特別な空間、またね歌ってって頼んでいただきたい。今度はクリスマスイブかな、去年がクリスマスイブで、で今年周年祭の7月1日だったのでね、またクリスマス歌ってって言っていただけることを楽しみにね、私もこの夏を、乗り越えたいなと思っておりますが、でね何よりもこう音楽の力を信じるっていうワードとか皆さん使われてると思うんですけど、本当そうですよね。私は沖縄に行った時に沖縄の音楽に触れたいなと思って、そこもちょっとひふみさんにお願いしたいんですけれども、やっぱりねお酒の力もそうですし音楽の力もそうですし、人を素直にする、嬉しい時は嬉しい、泣きたい時は涙を出してくれる、まあ、そういうね私にとっては、かけがえのない心を震わせてくれる、自分にしてくれる、あなたをあなたで生かしてくれる、そういう音楽、これからもね奏で続けたい、届け続けたい、歌い続けたい、いただき続けたい、そういう風に思っております。まあ、ちょっとね今日はいろんななんか取り留めのない話、近況報告になりましたけれども、まあ本当ね感謝の気持ち、感謝の仕方をすると、感謝レーダーが発動するともうさ尊いんです毎日が。当たり前が、宝くじが当たらなくてもいい、まあ、私の場合東京ドームコンサート目指してますけど、まあするんですよ、東京ドームはするんだけど、まあそれがさ例えばさ、まあ、いろんなねタイミングもあるからさ、もしまあ叶えるんだけど、そのなんだろう、周りの人が見た感じの喜ぶ形の叶え方じゃなかったとしてもさ、でも目指しててこんなに感謝することばかり、家族はじめね、もうね本当皆さんに感謝の気持ちばっかりだとね、ああよかった生まれてこれてね、そして両親にも感謝だし、そして歌い続けていいんだよって求めてくださる皆さんに本当感謝ですね。なのでもう皆さんもねもっともっと感謝データをね素直に働かせて、で感謝することによって同じ事柄もハッピーに取るのかアンハッピーに取るのか、イライラしてしまうのか、あ、まあそんなこともあるよね、しゃあないねって笑い飛ばせるのか、まあ、そういうことになると思うので、ぜひお互いもともと感謝レーダー、雨雲レーダーみたいな使い方をしちゃうかもしれませんが、感謝レーダー発動させてハッピーに過ごしましょう。では今週1週間もめちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。ヨーコの SNS YOKO ヨーコ鹿児島で各 SNS ヒットするので、ぜひ会いに来てください。夏休みも鹿児島でも待ってます。沖縄も絶対行ってやる。ではではこの後はひふみずバーです。ひふみさん今夜もよろしくお願いいたします。では一緒に1週間ハッピーでありましたように。バイバイハッピー。